学級王山崎は月刊コロコロコ,ロコミックと別冊コロ,コロコロコミックで連載されていた柏本学部による日本のギャグ漫画及びそれを原作とするテレビアニメである。山崎家の後継ぎ山崎は学級王になるべく冠町にある冠学園の6年3組に転校。彼がクラスメートや教師、おかしな山崎家の家族と共に 様々な騒動に巻き込んだり巻き込まれたりするギャグ漫画である。1995年9月号から連載。担当編集が最初に提案したタイトルは、究極学級委、e、員に山崎だった。連載初期には山崎によるおかしな行動や状況に、拓也たちが巻き込まれるパターンが多かったが、中期からは排泄物ネタが多用されるようになった。また、山崎が金儲けを企んだり、 他の人物の珍妙な行動に巻き込まれていくパターンが定着していった。1997年には朝の帯番組おはスタ内でテレビアニメがスタートし、同年末から1999年にかけては、それらを30分にまとめたアニメがおはスタ外で単独放送されていた。アニメの放送期間中にはゲーム化やグッズ化などのメディアミックス展開も行われて、 いたが、アニメの終了後には、人気が落ち着き、原作も2001年2月号をもって、連載を終了した。これ以降、菓子の作品は、コロッケ、や、僕はガリレオなどの冒険漫画が、メインになっている。2017年発売の、コロコロ兄貴2017年夏号及び2017年秋号に、新作が掲載された。主人公、 山崎とその家来の渡辺軍団団員の名前はすべて日本人の名字から取られている。渡辺軍団、山崎の家来である動物軍団。渡辺がリーダー。いずれも人間に使用される名字がカタカナ四文字で名付けられている。山崎に内緒で慰安旅行に行ったり、会社を起こしたりもしていた。なぜか山崎には言葉がわかる。五百円という発給であり、 さらに待遇は、おおむね劣悪なため、しばしば山崎に反乱を起こすがなんだかんだ、忠誠心は、ある模様。最終回前話では全員いつの間にか結婚し、子供がいることが、明らかになった。ロボットその他男は、頭のてっぺんに三本飛んだり、女は髪を上に膨らませて、かんざしを刺す。後継ぎとなった王子は十三歳になるまでにお日を、決めるか、一人立ちして、 自分の力で王国を築き上げなければならない。劇中中盤から登場する挨拶言葉。おっぱいを混ぜた言葉である。おっぱいを胸元に持ちながら発言する。おっぱいは挨拶によって変えており、乳首の色が違うらしい。アニメでは都合により発言のみとなった。おじじ様の発明した品々。くだらないものが多いが、たまに役に立つものもある。なお、ネーミングの大半はダジャレ。 1996年2月号から1998年1月号までおまけとして掲載されていたコーナー。読者から送られてきた悩みに対して山崎の回答とその詳細や具体例を描いたイラストが掲載された。基本的におかしな回答が多く、たまにまともな回答もあったが、具体例のイラストがおかしかったこともある。欄外には必ず、 山崎の回答を実行しないようにとの注意書きが掲載された。単行本には雑誌掲載された中から少数が収録されていた。1997年10月27日から1998年11月27日まではオハスタ内で5分アニメとしてテレビ東京系列局を中心に放送されていた。全54話。これは本来は 差しが25分ほどある1話分をおよそ5分ずつ5回に分けて放送するというものである。火曜18時30分枠のアニメポケットモンスターがポケモンショックの影響でしばらく放送休止になった際には代わりに本作が30分アニメのまま同時間帯で再放送された。 同時間帯での放送は1997年12月23日から1998年3月31日までで同年4月7日には火曜19時枠で同年4月9日には木曜19時19時30分枠で放送された。その後、ポケットモンスターが木曜19時枠で再開したため、本作はまたオハスタ内のみの放送へと戻ったが、 それから半年後の1998年10月6日から火曜19時枠で再度30分アニメ化され、1999年4月6日までレギュラー放送された。また、同年12月31日にも金曜11時30分枠で単発放送された。なお、ポケットモンスターの休止期間中、テレビ、東京系列以外の遅れネット局も大半が、 本作を代わりに放送していた。原作には下ネタのシーンが非常に多いため、アニメは下ネタ描写やお物の描写シーンを大幅に削減するなどかなりのアレンジがかけられている。また、クイーンエリカはアニメには登場しない。テレビ放送の終了後には本作を収録した VHS ビデオが発売された。DVD かブルーレイかはされていない。 2008年1月には、オハスタ内で、コロコロコミック創刊30周年記念、伝説のアニメセレクションの第4弾として一部の回が再放送された。オープニングエンディングオープニング主題歌、山崎一番とエンディング主題歌、パイある限りは、第21話までは作曲家の渡辺チェルが歌っており、映像も簡易なものを使用している。エンディングは、キャラクターやアイテムの数。 動きが毎回変わっている。おはスタと吉本工業とのコラボレーション企画の一環で、第22話以降は、オープニングエンディングともに、お笑いタレントである山崎邦正が歌うこととなった。これに伴い、オープニング映像に新作カットが加えられた。オープニングは、月曜日放送のものは、やや長めの1コーラスのものを、火曜日から木曜日放送のものは短縮されたものを、 金曜日は未使用。なお、オハスタの音楽コーナー、ハイパーソングで、山崎邦政が歌唱、出演し、イントロアウトロを省略しない長めの1、コーラスバージョンが放送されたこともある。エンディングは、月曜日から、木曜日放送のものは短縮されたものを、金曜日放送のものはやや長い1コーラスを使用。金曜日は、エンディングの最後に、 脱力感を誘う格言が表示される。オープニングは、おはスタ版よりも長い1分30秒のものを、エンディングもより長い2分30秒のものを使用。オープニングエンディングは、山崎邦政が歌うものに統一された。オープニング映像は前日のハイパーソングで放送されたものに、エンディング映像は同じ映像を長めにしたり、登場キャラクターアイテムの数を増やしたものに、 ビデオ編集によるエフェクトやコマの間引きなどの編集を加えたりして放送した。オープニングエンディング映像はオハスタ版とは違い前話にわたって同じものが使われた。なお、火曜19時の枠での放送では映像に新作カットとさらなるビデオ編集が加えられている。ポケットモンスターの差し替え枠として放送している期間中は番組冒頭においてポケモンショックへのお詫びと ポケットモンスターは放送休止中であることを周知するブルーバックのテロップが毎回表示され告知画面の後にオープニングが流れるという放送形態をとっていた主題歌山崎一番を歌った山崎邦正は当時山崎のコスプレで歌番組に出演これが気に入ったらしくその後も自身の結婚会見など様々な場面でこの格好で登場した また、ダウンタウンの楽器の使いやあら変で、などでは山崎自身のテーマソングとしてこの歌が使われることも多い。落語家に転身してからも、同曲を出囃しにしている。2001年5月19日放送分の、めちゃにいけてる。で、EE ジャンプの楽曲がこれに似ているとして自ら抗議をしたこともあるが、EE ジャンプ側は何も反論しなかった。 なお、EE ジャンプの楽曲は、ツンク作曲であるが、2002年の未発表曲で、渡辺チェルが編曲で参加している。J リーグのレノファ山口 FC では、試合勝利後、イレブンが勝利のラインダンスの時に、サポーターが歌う、山口一番の元ネタとなっている。1998年5月27日に、主題歌並びに、番組ではほとんど使われなかった、 キャラクターソングミニドラマが収録された8センチ CD のミニアルバム山崎一番がメディアファクトリーから発売10万枚以上を売り上げた盤面はピクチャーレーベルで山崎の顔がドアップでフルカラー印刷されている初回版にはおばば様のステッカーが同梱された30分版を放送したつぼねのみをあげるがポケットモンスターの 代替番組として放送されたためネット局は非常に多かった。ポケットモンスターの代替番組として放送されたつぼねは太字で記載する。ポケットモンスターの差し替えとして本作を放送しなかったネット局は以下のアニメや番組で穴埋めしていた。ありがとうございます。